部屋で。バーレットな。ちなみに靴履いてるな。いかに見えるみたいな。ねえ皆さんね。うん。応援して。見てない。こうやっちゃう。てなわけで今回骨折したお前だとお待ちしております。怖っ。なんか久しぶりこの感じ。めっちゃ嬉しい俺は。便利な久々でございます。というわけで私たち二人ということはそう軽症でございます。そんなことだったんかい。そう退院したんですけどまだ不調なんです。まあだいぶマシになったんですけどね。まだね。お医者さんにはね、なんかがっつり歩くなって言われてるらしいので、まあ、そんな甘いザクにあることをしてもらいたいと思います。骨折したあまりザクにわがまま言われても何でも聞いてくれる先生。えいちゃんがしたいの？あ、じゃあいいよ別に。俺は別にいいそうだね。したいって言ってました。あまりがね、骨折してるから多分メンバーってあまりザクわがまま言っても聞いてくれると思うんですよ。だって怪我しとったら大丈夫ゆっくりしとけってなったらなんか取りに行ったりとかするわ。そうだからなんか飲み物取ってきてって言ったら取ってきてくれると思うんですよ。確かに。で今回、うん、そのターゲットがですね、アピカ、エブシ、そしてあの副リーダー太郎社長でございます。あ、面白い。その太郎がちょっとあまりなのわがままを聞いてる姿が面白いと思う。え、みんな優しいっすよ。そう、ただな、俺そんな頭ポンポン出てくるからしてほしい。まあ大丈夫でございます。今回私遠隔操作させていただきます。これ強い。カメラ越しに私見てるんで、あまりのわがままを私が死ぬほど出します。さっさとみんなのことを待っていきましょう。せーの、レッ。相手なわけで今あまりざくんが一人でダラーンってしてますけども、一人目誰が来るのか楽しみだね。かっこいいね。ターゲット多いから。こちらたまにミュートにするんで。うわあ、何しようかな。あ、待って、来た。おはようございます。MC や。あ、おはよう。おはよう。おはよう。大丈夫か？見てる通り。で初めなんで、まず何か取ってきてもらいましょう。じゃあ、あまりさ、カバン取ってきてもらっていい？って言ってもらっていい？よしよし、俺のカバン。ああ、いいよ。何言うの？いや、普通にカバンだけ取ったらいいの？で、あ、ごめん、ちょっと勘違いやったから戻してって言って。あ、いや、ちょっと待って、ごめん、やっぱ言わな。なんで？いや、言うから、携帯から。あんの？携帯あんの？なんで？まあまあ、やっぱりカバン取ってきてもらうのがね、やっぱり普通ですね。優しいね。めっちゃ怖いね。お待ちますが。めっちゃ怖い。山田君、ちょっと喉乾いたから冷蔵庫の妙何かあるか見てきてくれへん。喉乾いたからさ。冷たいだけ。冷たいの。ぬるいのあれは。あれもいらないの。さっきも飲んでたじゃん。冷たいのそんな。わ。動かないからごめん。開けれる？開けれる。握力ある？いいよ足や。足やった。怪我してんの足やから。あやだね。ほらあれ。さあ、ちょ、あ、ごめん足痛いからやっぱり開けてって。足怪我してるから開けるから。チェムシ。足怪我してるから開けれない。開けられない。ありがとう。で半分ぐらい飲んだ後に「ごめん閉めて」って言って「よむしやばい」「よむし」ん？やばい、ちょっと来て。オッケー。ごめん。何や、ふた閉められない。ふた閉められない。ふた閉められない。いやしんどいよ。なんか最近面白いことあった？ちょ足痛いから話聞かせてやって。あとあれ、ちょ足痛いし、あの和ませるためにちょ面白い話。何が面白い話？何か面白い話ないの？私の人生何も面白くないよ。おいおい、楽しめよ。途中で、あの何もなかったかのように、ごめん足痛いからクッション取ってっつって話して。休みの日は何しとってた？休みの日はずっと。あ、
じゃあクッションだね。何ここにクッションあるよ。あの全部欲しいね、クッション。あのやっぱり足痛いから周り守らなあかんし。なんで。じゃあ、あと2個いる。もう1個いる、あと2個いる。あと2個いる。はいはい。何のために足ダメだから、直視なんでね。こうやっておくの。じゃあ、そのまま MC 横座ってやって言って。ちょ、MC こっちです。まあまあ、ちょ、体で。最高もん。お話やん、ただの。普通に会話嫌な、俺と。最近どう？最近どう？最近は、あ、でも、映画見てたよ。トムとジェリー。あかん、めっちゃ眠たくなってきた。あ、あれも映画見える？見れるでね。カメラが違うなってた。そう、膝貸してや、足痛いからって。膝貸して、足膝枕してや。どうでした、マリザ君？やりづらい。あの人は難しい。よろしくね、やりづらかったね。あとアミカとロシアか。そう、どっちか。アミカ。じゃあ考えるから、なんか普通の会話して。ちょっと足痛いから毛布取ってって言いましょう。今日寒い。そう、珍しく寒いよ。え、もう言う前に毛布を取ってきてくれる。え、いい子すぎ。優しい、いい子ね、この子。ありがとう。最後はなんか冷蔵庫に食べ物ないか見てきてくれへんって。はい、寂しく冷蔵庫ないか。なんかあれの冷蔵庫やから、私休憩したよ。じゃあいいよ、ありがとう、ごめんな。じゃあいいよ、ありがとう、ウィンナー。ゆで卵。いつ目なんやろ、それ。いつ目なんやろ。2日。いけると思って渡した。こっから、ちょっとさ、足痛いから、アミカ最近ちょっといい感じの人おらんの的な話振って。足痛いし、最近アミカいい人なの。なんでおらんの。さ、JK って高校生やん。育ち盛りくらいじゃないけど、あなた育ち盛り。育ち盛りって、体型が変わってくる。JK ってのもあってさ、恋愛したいと思うやん。そのまま、そのまま、JK の恋愛事情を探れ。やっぱ JK の恋愛事情が大事だから。え、聞きたい。JK の恋愛事情聞きたいな。最近俺らよう一緒におるやん。あんま聞かんなと思って。いや、だから、最近俺らよう一緒に遊んだりするじゃん。誰と？俺って。え？ねえ、上目だけなの？ごめんの。そういうのどうでもいいからクッションちょうだいって言って。そういうのどうでもいいから。え、じゃあそんなん聞くけどさ、逆に。おぉ、腹立つな。そのクションだよ。何やの。そのクションだよ。ちょ、おいそっちやったよ。はい、こっちおいでよ。何やの。足痛い、足痛い、足痛い。足痛い、足痛い。大丈夫。足痛い。
よし、オッケー。さっき MC は膝枕してやって言ったけど、今回アミカ眠くないって聞いて。いや、ワンちゃん俺体温高いから眠くなると思うから俺の膝でねえやって。ちょっと体温やっぱりちょっと、ね、なんか膝枕してもらえたら足が痛い。ちょっと待って、膝枕してあげたい、足痛い、膝枕してあげたい、足痛い、足痛い人、膝枕してあげた、足痛い。ごめんごめん、分かった、今の全部冗談、全部冗談。俺の話一回真剣に聞いて、一回真剣に聞いてほしい。添い寝しよう。え、今のは全部冗談、全部忘れて、もう骨折はほんま一回全部忘れて。はい、目つぶって、目上げて、添い寝せん。マジ？じゃあ、ごめん、もうネタバレ行こう。添い寝、20歳、添い寝。おい、甘いぞ、お前の JK に言っとんの、お前。えっ、お前、添い寝とか、何さしてんの。16歳よ。いや、ちゃうねん、エアコンさ、ちゃう、操作、ちょ、もう、操作。よかった、裏切ろうと思った、裏切ろうと思った。あ、命令、そう命令、全部遠隔操作してます。添い寝する、死ねよ、死ねよ。ってなわけで、残り太郎でございます。まあ太郎なんで、まあ男なんで、もう暴走しまくれるので、あまりざ覚悟しみや。アミカに関してはもう犯罪なりかけとったからね。おはよう。おはようございます。じゃあ最初の何やましに言ったとおりで、うん、ちょっとしてから、タロシごめんなさい、僕のカバン取ってきてもらっていいですかって。あ、大丈夫です、バッグ取ってもらっていいですか。めっちゃごめんなさい、重バッグです、ね、中身ちょっと見てから探してたもんないんで戻してくださいって。大丈夫、ごめんなさい、探してもらいます。え、ま、戻してもらいます、めっちゃごめんなさい、探してもらってくれ。あ、そうですね、取りやすいし。あ、ありがとうございます。もう優しい。最近めっちゃ寒いっすよね。最近めっちゃ寒いっすか。寒い、結構寒い、寒いからトイレ近いっすわって言って、トイレめっちゃ行け、え、トイレ行け、トイレ行ってくれよ。ただ足痛いから動けないんすよね。足痛いけど動けないっすよ。え、漏らそうかな、漏らす、足痛いから動けないし、じゃあ温度してください。温度、いいよ普通に温度さ、え、優しい、ね、正直さ、おんぶする方が危なくない。よし、いいけど、どうする、いきます、思いするじゃん。うわ、めっちゃ嬉しい。体重何キロだっけ。75です。大体倍。途中まで行ったら、あ、すいません、ちょっと匂い戻ったんで、やっぱいいっすわっつって、ソファー戻してくださいっつって。あ、でも、あ、どうした、待って、どうした、大丈夫、匂い戻ったんで、もう大丈夫です。何のためにさせたんだよ、お前、おい、意地でもしろよ。え、タロシャゲームしません。まだみんな来ないでしょ。ゲーム行こう、やろう。あ、はい、そこから動かんといて、連れてってくださいって。ちょっと見にくいな。テレビまで移動させてくれてる。なんで、なんで、いや、でも強い方まで行きたい。強い方まで行きたい。じゃあもっと叩こう、寝て、もう行きたい、強い方まで行きたい。タロシャのおかげで足が治りそうって言ってて、タロシャのおかげで足治りそう。俺らが治ったら苦労しねえよ。治りそう、みんな全然違う。アメさん、まず1回戦をわざと負けて。あーあああ、超弱いな。きた、あああもうこれ足痛いから負けたってダダこねて、何してんの。足痛いから負けた、足痛いから負けた。やめとけよ、最初もう一回、いい、もう一回だけ、やめとけ、ね、負けて、よし、落ちたしょー、なんでの、落ちてだってこんなにかっけないじゃん。足折れてるのに負けてくる。わかったよ、負け、あー、死んだ、あ、遠い。
え、タロシャ弱くなりましたって弱かったっすね。タロシャ弱くなったっすね。おったのかも。タロシャ気持ち悪いっすけど、まあまあ、そういう時もあるっすわ。おい、入院してる間にお前看護師さんにお前めっちゃ甘やかされてたみたいな。え、なんか僕、え、なんかバカにされた足痛いっす。治るわけねえだろ、勝ったから。勝ったからって治るわけないよ。右足まで痛んできた。足、右足まで痛んできた。攻められたから、右足も右足も俺、とりあえずそこのクッションを取って、ガッタンガッタンじゃん。クッションえクッションクッションあの、白のやつがいて。僕、白いっす。白いっす。足痛いから早くって。足痛いから、ちょっと止まる。なんかやってんだろ。やってんだろ。やってないっすよ。やってないっす。別にイヤポッドつけてないっすよって。怪しい。イヤポッドつけてないし。え？つけてる。つけてる。遅れへん。誰も誰おるやろ、どっかに。絶対どっかで見てんじゃん。絶対いんじゃん。紫の絶対引き取りに来ました。引き取った。お前はここにいます。ここにいやーやだー。もう一本持ってやるか。登録と公式 LINE の追加も頼むで。ほな。